ご飯をいただきまして、素晴らしいアート。星は月
皆さんいいですか。我が赤月に祈る。この国は素晴らしい国です。それをいつもそれ言ってる。ありがとう。ね、我々が守らないで誰が守る。私は全参議院議員候補石谷です。
ありがとうございます。日本を守るのは皆さんです。私ではありません。私にはもう力がない、お金がない。守るのは皆さんです。次の世代のために、愛する人のために日本を守るではないでしょうか。そう思いませんか。さあ、君の本ために本当にね、暁に祈るです。諸君にお願いしたい。まだまだ喋るよ。誰が日本を守るかっていうことを真剣に考えていただいて、愛する人を守るために動いていただきたい。お願いしたい。私はもう年だ。そうね。西村慎吾先生、ちょっと喋って。おいで。先生。西村先生、お願いします。みんなに元気を飛ばしてください。お願いします。ありがとうございます。拍手をお願いします。いいな。元衆議院議員、西村慎吾先生のお話でございます。いいですか、皆さん。真剣に聞いて、我々が愛する人をどうやって守っていくかと考えてください。それでは西村先生にお話を伺っていい。お願いします。あの皆さん、こんにちは。今までね、原稿を書いてましてね。どういう原稿かと、我が国に危機が迫っているときに、我々がまず何をしなければならないのか。下等が日本の憲法だと言って我々に押し付けたものをゴミ箱に捨てることだ。日本国憲法と称するものを憲法だと思っとって、我々は国を維持することができない。そうだよ。愛する人を守ることができない。我が国には不分の憲法が現在も存在する。不分の憲法が存在するんです。紙に書かれてないけど、我が国の歴史の中にそれがあるんです。これを見なければ、英霊が何を叫んで死んでいったか、天皇陛下のために死ぬとは何だったのかと、この中に不分の憲法があるんです。そうだ。だって今こそね、日本国憲法と称する文書の一人一人があれは無効だという認識を強めた時に、いざという時に必ず心中不滅は本当の文になります。これこのまま一番遅れてるのは国会と裁判所だけど、いざとなれば緊急事態で穴もへっちゃくれもない。それを示してくれたのが東日本大震災の時の陸上自衛隊。いいですか。灼熱の原子炉の上から30トンの水素を落とした時、アメリカ軍の将官は落とす部隊長の金丸に、人の命は何とも思わないようなことはするなって言った。しかし落とした。そして我が国の株価が下げ止まって、我が国は大丈夫だと世界が認識した。我々は無名のやつがそれを果たしているということを今自覚して、歌を歌わねばなりません。何歌を歌うかな。
Thank you.
本部の方で、俺も乗りたい。でもこれ、ちょっと休憩させていただきます。はい。